ジャナガナマナはインドの国家、インドの朝とも呼ばれる。ラビンドラナートタゴールによって作詞、作曲され、1911年12月27日のインド国民会に軽かった大会で初めて歌われた。はじめ音楽は一定していなかったが、1919年に新地学徒で教育者のマーガレット・カズンズがタゴールと相談の上で現在の曲にまとめ上げた。 インド憲法制定会議は1950年1月24日にインドの国歌としてこの曲を公式に採用した。もともとタゴールはベンガル語で作詞したが国歌はヒンディー語で歌われることになっている。ベンガル語とヒンディー語はかなり異なる言語だがサンスクリットの借用語が非常に多い歌詞のためベンガル語版とヒンディー語版の歌詞は実際にはほとんど同じである。 国家に近い扱いがなされている曲には他に、バンキムチャンドラ作詞、バンデー・マータラムがあり、インドの国民歌とされている。ベンガル語によるオリジナルの詞は5番まであるが、国家としては1番のみが歌われる。国家採用にあたり、どうかと並んで候補となった、バンデー・マータラムは、ヒンドゥー色が濃いという理由から、ジャナガナマナが選定された。 民族音楽の独特のメロディが特徴で、宗教や言語が多種多様なインドという国家に合わせて、特定の神を連想させるような用語を回避し、すべてを超越する存在に語りかけるような形で作詞された。しかし、歌の冒頭の支配者を意味する語が創始国であるイギリスの王を指しているのではないかとして、問題となったこともある。汝は、 すべての民の心の支配者インドの運命の最低者、何時の名は古い起こすドラビタ、オリッサ、ベンガルのパンジャブ、シンド、クジャラート、マラータの民の心を、それは、ビンドゥヤやヒマラヤの丘にこだまし、ヤムナー川とガンジスガーの僧弟を混ぜ、インド洋の波によって歌われる彼らは、何時の祝福を求め祈り、何時の喜びを歌う人々べての保護は、何時の手の中にあり、 インドの運命の最低者勝利を、勝利を、何時に勝利を。ジョーナ号のものお題にコジョエをひ、バートボハガベデホタポーンジャボシンゴホーグジョラトモーリサ、ドレアバイロユトコロボンゴバインドホウヒマコロジョムナゴンガ、チッチホリジャードヒターウンゴトーボシュブホネームジャゲ、トーボシュブホアシショ、メイジ、ガヘトーボジョーギサジョナガノマングガラディーコジョエをひ、バートボハガベデホタジョエをジョエをひ、 ジョーエをひ、上へを上へをョーエを、上へをひ。ジャニガナマナアドニャヤカ、ジャヤヒーブハータブハグヤバドホタパンジャバシンディユグッドジャータ、マラータドレイビガユトコラバンアビンドヤヒマッカーラヤムナー、コンガユーシャラホリデタランガタバスバナーメジャーアゲ、タバスバアシザマーゲ、ガオヘタバジェイガサジャニガナマンラディカ、ジャヤヒーブハータブハグヤバドホタ、ジャヤヒー、ジャヤヒー、ジャヤヒー、 ジャヤ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 ヒー。ジャナガナマナディナーヤカジャヤヘバーラタバッキャビダータ。パンジャーブシンドゥグジャラータマラータドラビダウカラバンガ。ビンジャヒマーチャラヤムナーガンガウッチャラジャラディタランガタバシュバ。ナーメジャーゲタバシュバアーシシャマーゲガーヘタバジャヤガータ。ジャナガナマンガラダーヤカジャヤヘバーラタバッキャビダータジャヤヘ。ジャヤヘジャヤヘジャヤ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 ヘ英語訳。タゴールによる、実質英語訳。インドの朝の歌は、 タゴール自身によって1919 19年に作られた。ザウアートザ・ルーラー・オブ・ザ・マインズ・オブ・オール・ピープル、ディスペンサー・オブ・インディア、エス・ディスティニー、ザイ・ネーム・ラウーゼス・ザ・ハーツ・オブ・パンジャブ、シンド、グジャラト・アンド・マラータ、オブ・ザ・ドラビダ・アンド・オリッサ・アンド・ベンガール、イット・エコーズ・イン・ザ・ヒルズ・オブ・ザ・ビンド・ヤス・アンド・ヒマラヤス、ミングルズ・イン・ザ・ミュージック・オブ・ヤムナ・アンド・ガンジス・アンド・イズ、 チャンテットバイザウェーブスオブザインディアンシー。The the They play for thy blessings and sing thy praise.The saving of all people waits in thy hand.The dispenser of India.S.Distiny.Victory.Victory.Victory2G. ありがとうございます。